今川崎ではおよそ30ヘクタールでしか作られていない玉川梨。多摩区にある福吉園ではおいしい梨を作るための作業が行われています。今日はどんな作業をされるんでしょうか。摘果というか摘果っていうんですけれども、梨の実を間引いて、数を整えていくという作業を行っています。これをしないとですね、栄養がちょっと分散してしまって、1個の実が小さくなってしまう。でここの塊の中に最終的には1箇所に1個なんですけれども、ちょっとこの先病気にかかったり、場合によっては氷が降ったりで傷ついてしまうということで、まあ、1つから2つ残して隣をまた間引いていくっていう形でやっていきます。花粉付け終わってから30日から40日ぐらいで落とすのがベスト。となぜかというと、その30日ぐらいの間に梨一個一個の中に細胞の数を増やしていって、そこで細胞の数が増え決まります。でその先の1ヶ月収穫までの間に、その一つ一つの細胞が膨らんで大きくなっていくので、最初の段階で数を減らしておかないと一個一個の梨の中に細胞が足りなくなってしまう。あんまり大きくならなかったり甘くならなかったりしてしまいますので、一個一個パチ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 落としていくので、ちょっとやっぱり気が遠くなるような作業で、どれを残そうなんていうことをしっかり考えながら、例えば軸が太いもの、傷がついてないもの、病気じゃないもの、あとは、まあ、向きですね、下向きのものはダメとか、一番いいのは斜め上を向いて軸の太いもの。梨の実1個あたりにだいたい葉っぱ30枚ぐらい。梨は結構虫がつくんですかね。そうなんですよ、すごくやっぱり虫にやられることが多くて、梨の実もそうなんですけど、葉っぱも、まあ、油虫ついたりっていうところで、すごく梨農家さん一番神経尖らせてるところが、大体1ヶ月に3回から3回ないし4回消毒を行って、病気なり虫なりの防除を行っています。今年の花のつき方、実のつき方をご覧になって、どうでしょうかね。美味しいのできそうな感じがしますけどね。